さて、それではバッテリーの交換作業に入りたいと思うんですが、実はね、やはりこの海外製のトレーラーだったっていうこともあって、いろいろ諸問題がありました。一体どんな問題があったかっていうと、まずはね、これです。これなんですね。これ既存の電気ボックス、コンバーターと、充電器がね、一体型になっているこの電気ボックス、ここにすべて集約しているので、これを活かさなくちゃいけないっていうのが問題でした。で、一番の問題点は、ここからバッテリーの充電もね、電気がいってるんですね。これはですね、車内から見たバッテリーボックスの裏側というかね、こういうふうに配線が来てるんですけども、今回のアンペアタイムのバッテリーの充電器っていうのは、ちょっとね、充電用の電圧が上がるんですね。このように 14.6V 20A のバッテリー充電器になるんですね。ということは、既存のね、充電系統が活かせないので、どういうふうにこうバッテリーを組んだらいいのかなってすごく悩んだんですが、シンプルに解決できました。それどういうことかっていうと、もうですね、外部電源のコンセントから 100V を引くっていうことをやめにします、このトレーラーは。で、どうするかっていうと、このトレーラーは外部からもう電源を引っ張ってですね、単独で1系統を車内に引き込んでるんですね。ということは、充電の系統もこの直接引き込んでる 100V から取るようにするので、これね、もうね、外部電源をここから取る必要がなくなるようにするんですね。すべてこの、単独で引いている外部のコンセントから中に 100V を引き込むように切り替えること。こうすることで既存の充電器からの充電系統をカットすることで、新しく設置するアンペアタイムも使えるし、充電も専用充電器を使えるっていう、こういう形に組み替えることにしました。というわけで、もうね、ここにたどり着くまでにものすごい吸ったもんだしたんですけども、友人のね、 UT さんのアドバイス、それからお手つのアドバイスにより、一旦そういう形で設置することに決めました。なので問題はですね、むしろここのね、バッテリー設置スペース、これがね、明らかに小さいので、ここを加工するという作業が必要になっていきます。さあ、ではアンペアタイムの200A、バッテリー自体がね、かなり大きくなりましたので、これをうまく設置できるように加工作業をしていきたいと思います。 Here we go。 そうと、で、さあ、既存についてたバッテリーがこのサイズに対して、今回のアンペアタイムスがこのサイズ、引いてみるとね、 2.5 倍、約3倍ぐらい、めちゃでかくなるな、これ。というわけで、これを、まあ、同じね、このスペースに収めたいと思うので、結構ね、加工が必要になります。頑張ってやってみましょうか。まずはこの辺りのインバーターとかね、ケーブル関係を少し外してみたいと思います。せーの、よっ、収まった。なんとかバッテリーの設置はできそうですね。なので、ここをさらにちょっとね、冬に向けてあんまり中が冷えないように断熱を加工するのと、少しね、置き場を加工しながら作っていかないといけないなというところです。そのあたりやっていきましょうか。ヘビヘビゴー。さて、続いては床をかさ上げします。こんな感じかな。超簡単。リスを打つだけ。はい。これで、少し前にね、
ベースを広げまして、そしてここに、これね、今買ってきました。ザ・スリムっていう断熱材なんですね。これを、バッテリーの床に引きます。なんでかっていうと、前の動画でもご紹介しましたけど、リン酸鉄のリチウムイオンバッテリーは寒さに弱いと。氷点下になるとね、充電しちゃいけないんですね。壊れてしまうから。なので、少しでも寒さを食い止めるようにということで、断熱をね、床に引きたいと思います。310の150。カットできました。これを底板に引きますね。おーい、ビッチビチやないか。うそー、ビッチビチやないか。全然入らないわけ。間違えた。さらに間違えた。よし、いいね。よし、完璧。入りそう？うん。なんとか。邪魔じゃ。邪魔じゃ。邪魔だブス。ほら、ブスって言うからさ、間違ったったんだよ。ブス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 。ハロー。ハロー。何それ。鶏のさ、膝の軟骨あんじゃん。うん、あれをさ、大根とコトコト煮たやつ。うん。酒のあてにして。ほんと、ありがとう。ありがとう、もえちゃん。いただきます。ではいよいよバッテリーを設置したいと思います。よいしょ。一応ね、この断熱素材がちょっとね、滑りやすい素材なので、滑り防止にゴムシートを敷いてみました。さあ、では早速バッテリーを20キロ回るので、そこそこ重いです。いかがでしょう。いいんじゃないですかね。よし、ガッチリ固定されました。ではこの状態で電源を確保していきたいと思いますが、その前にこれね、充電器の接続部がこのワニ口グリップっていうね、クリップ、まあかなり強力なクリップなんで、まあこのままでもいいかなと思ったんですが、やはり付け替えますかね。じゃん、つなぎ口をこういうタイプに変えました。これで、全て接続していきたいと思います。じゃん、取り付け完了ということで、この状態でもうすでに通電させます。うん。さあ、これで電気類がつくはず。ついた。オーケー、一安心。これで一旦バッテリーの、設置完了ですね。車内の 12V 全て取れるようになったのと、それから充電器もね、改めて接続したので、充電もバッチリできるであろう。というわけで、こっからじゃあ、現状復帰ね、していきたいと思います。そのためには、まあ、多少なりちょっと加工をしてしまったので、少しね、細工をしていく必要がございます。蓋を作る。しまった。取るか。さあ。さて、ね、蓋を合わせていきまーす。
おー、よーし、あとここか。よいしょー、できたー。あれ、しまった、ここ考えてなかった。よーし、できたー。なんかいっぱいビスが余ってしまったのはご愛嬌ってことで、よいしょー。というわけで無事にバッテリー設置できました。きっちりね、現状回復もできましたので、これで問題なく使用できると思います。はい、このようにね、インバーターの位置を変えてチャージャーをね、ここに設置しました。今結構ね、ファンの音が大きく聞こえてると思いますが、これ充電中ですね。無事にちゃんと充電し始めてくれましたので、一気にここから満充電まで、充電してくれると思います。天然パーマあー、無事にこちらアンペアタイムのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー装着完了しました。今までのね、バッテリーサイズ約2倍から 2.5 倍ぐらいまで大きくなっちゃったんですけど、なんとかね、収まることができましたので、これで、2560Wh 分の電力を確保できたことになります。いろんなね、家電が使えるようになると思うので、すごく楽しみです。まずは、この今回バッテリーをご提供いただいたアンペアタイムさん、ありがとうございました。そして今回設置するにあたって多大な協力をいただきました UT さん、そしておてつさん、どうもありがとうございました。僕一人ではできませんでした。皆さんのお力を借りて、なんとかね、苦手な、電気周りでしたけども無事、設置できました。一つ最後に僕の今回設置した方法の特徴を紹介します。まず先にも述べてますが、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていうのは寒冷地ね、特にマイナス0度以下、氷点下以下で、充電するとバッテリー自体がね、壊れてしまう可能性があるということで、充電器はね、オンオフできるようにしてあります。車内が氷点下になっている時は充電しないように気をつけないといけません。そういうところがね、まあ僕の使い方としてちょっと特例ではあったかと思いますが、それに対してどう組んだらいいかっていうところを UT さんにね、いろいろとアドバイスいただいたりしてます。これで、まあ、寒冷地に行っても、それから、当然、この、地元のね、通常仕様でも、全く問題なく、むしろ快適に使えるようになったんじゃないかと思います。そういうわけで、これ、僕の場合は、キャンピングトレーラーに、入れ替えはしましたけれども、当然ですが、キャンピングカーとかね、それからバンライフの車にも、めちゃめちゃ、サブバッテリーとして活躍すると思います。気になった方は、ぜひ、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからお買い求めください。それでは今日はここまで。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 men permed